日はちょっとファミマのファミマにある上間の沖縄天ぷら買ってみました。ファミマで上間、なんか沖縄で有名な天ぷら屋さんらしくて、最近ファミマで売っているので、私の好きなイカと旦那の好きな魚2個、あとチキン天ぷらもあったんですけど、チキンちょっと高かったので、まあ、ちょっと節約ということで今回この2種類買いました。思ってた方よりちっちゃいです。身はぎっしり。沖縄の天ぷらは小麦粉にちょっと味付け、塩とかだしとか入って味付けされてて、サクサクカリッというよりもふわふわみたいな感じです。でなんかよく職場の仕事の休憩とかおやつとか3時とか4時とか小腹が空いた時に食べる食べ物です。これがイカ。こんにちは、ポニョです。じゃあ早速食べていきたいと思います。その前に緑茶じゃなくて大麦わかめ。うん、緑茶で変な苦味が緩和されて飲みやすくなってます。はい、これは上間の天ぷら、さっきイカ食べちゃったんですけど、いただきます。結構白身が分厚い。うんうん、身がふっくらしてて美味しいです。衣にも程よい味付けがされてて、コシとか胡椒とかが効いてる気がします。美味しい、食べやすい。うん、じゃーん。この前申請した助成金の通知が届きました。開けてみたいと思います。ちょっとね、個人情報なのでテープ貼らせていただきました。ドキドキ、どれぐらい入ってるかな。でもまあ、お金はね、申請した時にこれぐらいになりますって一応説明受けたので、その金額だと思います。じゃあ今回の金額は30万円です。私は令和が不妊治療を私を顕微授精して、トータル30万円助成金が入るということです。ちょっと日付に何日振り込む予定と書かれているので、この日に多分通帳に振り込まれると思います。こんな感じで申請して大体2ヶ月後ぐらいには振り込まれるという形ですね。申請して助成金がもらえるだけでもありがたいのでね、はい、早く振り込まれることを願って、はい、こんな感じで届きます。はい、で不妊治療の助成金はこんな感じで無事に振り込まれるということで、はい、そんな感じです。はい、で話は変わりまして、最近ちょっと感じたやっぱりきついなと思ったことを話したいと思います。やっぱり不妊治療をしてて、親戚とか友達とかの出産のお知らせ、おめでたしたことについてやっぱり辛いなって改めて思いました。不妊治療する前とかは友人とか親戚とかのおめでた話は全然何も思わなくて、むしろあ、おめでとうみたいな、よかったねって感じで素直に喜べてたんですけれど、もう不妊治療して約3年半になるんですけれども、もうちょっとで4年ぐらいかな、なるんですけど、年々出産とか妊娠とかの報告がすごい辛いなって感じてきて、私は一生懸命治療して頑張って努力をしてるのに、それでも実らない形にならないというか、いつになったらできるんだろうっていう、こうモヤモヤ不安とかそういったのがだんだん増してきて、特になんか職場の人とか友人だったら、ちょっと距離はある程度置けるじゃないですか。きついなと思ったら会わなかったり、親戚ってなったら、親戚が一番辛いなと思いましたね今回。やっぱり
いろんな行事で会わないといけないじゃないですか。例えば法事とかいろんな年間通して行事でやっぱどうしても会わないといけない場面が親戚はあるので辛いなって思いましたね。例えばさっきも言ったけど法事で出産妊娠しましたよってことを聞いて、その方は子供がもうすでに3人ぐらいいるのに私は1人もいなくて、なのに4人目もできたんだなっていう、ただ単純に比べることとかは良くないことなんですけど、辛いなって思いましたね。ましてはやっぱ法事だから1ヶ月、2ヶ月とかいろいろ定期的に会わないといけなくて、この成長過程、お腹の大きさ、大きくなった具合とか、無事に出産されたら出産祝いをあげたりとか、この生まれてきた子を見ても素直に喜べない自分が嫌だなって、自己嫌悪にもなるし、定期的に会ってこのね成長具合を見るのも辛いなって思ったり、そういう場合もあればまた別の親戚でおめでた婚された方がいて、私たちはね通院とか治療とか1年2年3年と頑張ってるのに全然できない、なのにおめでた婚でポンって簡単にっていうか、簡単にできちゃうんだなって、複雑な気持ちですね。すいません、ちょっとね YouTube 撮るから頑張って喋らなきゃね。この方は近い親戚の方なので顔を合わせないといけなかったり、この母の日とか父の日とかやっぱこういうちっちゃな行事でも会わないといけない機会がどうしてもあって、やっぱ辛いなってなんかね相手にとってはおめでたいことだから、喜ばしいことだから、義理の姉として送り迎えてあげたい気持ちもあるけれど、なんか素直に喜べない自分がいたりして申し訳ないなって気持ちにもなってきついですね。でも旦那側のね親戚の子がおめでた婚したんですけれど、旦那側の義理の妹ちゃんとかがすごい優しくしてくれて、お姑さんたちもすごい優しくしてくれて気使ってくれて、私多分落ち込んでると思うからってドライブに連れてってくれたりとかすごいありがたかったですね。それは周りの人が辛い思いしてる時はやっぱり声かけてもらったらすごい単純にやっぱ嬉しいなとかありがたいなって思ったので、気持ちが少しでも軽くなったので、周りにそういう人がいたら声かけてあげれる自分になりたいなってすごいその時思いました。結構声かけてあげることで嫌な気持ちにならないかなとか思うタイプで、あんまり自分からは言えないタイプだったんですけれど、不妊治療されてる方は誰でもみんな通る道だと思うんですけれどもね、やっぱりいつ子供ができるかわからないっていう不安がある分、ゴールが見えない分、他人のこういうおめでたい話が受け止められないというか、そういう気持ちになっちゃうんだと思うんですけれどもね。あ、多分これももう一つあるあるだと思うんですけれど、やっぱ同じマンション、私はマンションじゃなくてアパートなんですけれど、同じアパートの人たちでもめでたでお腹が大きくなって、あ、今妊娠されてるんだなとか、上の階とかでも子供が走ってる音とか、なんかそういうのでも結構辛いなって思いましたね。引っ越す前とかは全然そんなこと考えてなかったんですよ。普通に多分私子供ができたら部屋は多い方がいいだろうなってことで 2LDK にしたり、いつか多分子供できるはずだからベッドよりも布団の方が安全だろうってことで布団で寝てるんですけれど、それもまだまだ全然
いつ赤ちゃんがそのできることやらって感じなんですけれど、アパートあるある、別の階、別の部屋、例えば隣の部屋の方々の生活音とかで赤ちゃんの夜泣きとか聞いて、あ、また生まれたんだこのご家庭みたいな、この前もちっちゃい子いたはずなのにまた聞こえるよみたいな何人目なんだよみたいな、私はまだ0人なのに、変に反応しちゃう自分も嫌だなって、ただただ生活している生活音の中でもやっぱりどことなくこの私の中に不妊治療のあれが染み付いてるんだなって、何気ない日常でも辛いなって思うことはありますね。職場のエレベーターとかでもこれ言ったらもうキリがないんですけれどね、職場のエレベーターとかでも全然知らない職員のおじさんが3人目生まれるんですみたいな話をしてて、本当その時タイミング悪くて、私その時ちょうど流産したての時で、なんで私はダメだったのにみたいな、考えれば考えるだけ落ち込んじゃうからやっぱりねなんか忘れようって思うんですけれどもね、何気ない日常の中でもふとした瞬間になんかチクチクってくることがありますね辛いな早くこの劣等感っていうのかな、この気持ちから抜け出したいなじゃあ話はちょっとまた変わって旦那なんですけれども、旦那の調子はやっぱりすこぶる悪くて、そしてあのこの前行った病院もあまりいいところじゃない病院で、友達に話したら、え、ここの病院良くないよって教えてもらって、そうそうそう、で行ったらやっぱり案の定なんか先生がただのなんか流れ作業みたいな感じで、ただの薬局屋さんみたいな、あんまりこの旦那の症状の話とかを親身に聞いてくれないというか、あ、はいはい、あ、そうですね、じゃあこんな感じなんですね、じゃあこの薬あげますよ、この薬はこんな薬でですねみたいな、もう本当になんかただただ薬をあげてるだけの人みたいな感じの病院で、旦那もちょっと対人恐怖症みたいなのもあるみたいで、この先生ちょっと苦手だなみたいなことも言ってたので、とりあえずこの病院はなんていうのかな、旦那の睡眠を確保するため、旦那のこの睡眠薬をもらうための病院として、つなぎとしてとりあえず今行かせておいて、友達がおすすめの病院を勧めてくれたので、そちらを予約して 1,2 ヶ月後くらいだったかな、やっぱり人気なところらしいので街は出るんですけれど、とりあえず本命のここを受診するまではつなぎという形で今のあまり良くない病院に行くことにしました。前よりは睡眠取れたから若干私の心に少しゆとりではないけど安心感というか、やっぱり専門の病院の先生に見せてもらってよかったなって気持ちも少しあったので、いいところではなかったんですけれど、早くおすすめのいいところの病院クリニックに通える日を待ち望んでる感じです。じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。とりあえず無事に助成金が下りたので、いつか旦那が落ち着いてまた不妊治療を再開する時の大事な貯金として取っておくことにいたします。今回もご視聴ありがとうございました。本当にね、ちゃんと誰かの役に立ってるのかわからない感じで発信はしてるんですけれど、ね、少しでもそういういいなとか、チャンネル登録してくださる人がいたら、私も頑張って発信して少しでも意味あるんだなっていうちょっとの励ましの気持ちにもなれますので、もしこの番組が少しでもいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回も頑張って動画を作れますので、気長にお待ちください。ポニョでした。バイバイ。